皆さんこんにちは。いつもはタレント活動しています、立花ゆりかと申します。私はですね、 FC 東京の応援番組 FC 東京ビバパラダイスでリポーターをやっています。ビバパラっていうポーズが特徴の番組なんですが、皆さんぜひ見てください。そしてですね、今回はそのご縁もありまして、サッカーダイジェストさんが発行しているこちら2022選手名鑑、はい、こちらを使ってですね、 FC 東京選手の寸評やデータなど気になったところをご紹介していきたいと思います。今回はその企画の第2弾となります。それでは行ってみましょう。じゃあまずは背番号7番、三田宏隆選手、ニックネームがタマということで、もう皆さん何でか知ってますか？あのアザラシのタマちゃんです。その三田選手が小学校中学校ぐらいなのかな。あ、その頃からってことか。多分時代的には U15 の時にコーチの方から、同じいつも同じ楽な格好でストレッチしてるな、まるでタマちゃんみたいだなって言われた。なるほど、ゆえんだと。あ、そうなんですね。ストレッチのなんかふわーって緩かったのかな。アザラシっぽかった、はい、三田選手最近一言メモにもあるんですけど、 YouTube チャンネルすごい盛んで、タマチャンネル、まあ、あのゲーム配信が主にメインなんですけど、こう最近あの J リーグでも VTuber さんとかとコラボやったりするじゃないですか。そのなんか二次三次のメンバーさんともこう一緒にサッカーゲームやったりして、あの本当にファンの方を飽きさせないいろんなこう展開をしてくれてる選手なんですよね。なんか私のイメージだと本当ミスター陽キャなんですよね。コミュニケーション能力すっごい高いと思います。背番号8番、高萩洋次郎選手、髪切っちゃったんですよね。私はロン毛の洋次郎様がすごい好きだったんですけど、すごいロン毛好きです、ロン毛好きですって言ってたんですけど、いつからか短くなってしまいちょっと寂しさはあるんですが、これ一言メモがもうすごい私の中でおっと思ったんですけど、何でもできる洋次郎が一番難しいと思うのがサッカー。うわー、めっちゃ哲学ですよね。うわ深いわと思って、もう本当にどこまで突き詰めるんだろうこの人はって思いますね。まあ、もちろん年齢的にもベテランに差し掛かってるとは思うので、ここからさらにどんな進化をしていくのかっていう点で、まだまだ進化していきそうなのが高木選手じゃないかなと思います。はい、続いて背番号10番、東圭吾選手です。この好きなテレビ番組、チャンスの時間ってあるんですけど、これ確か地上波放送じゃなくて、あのアベマさんのネット放送局の番組なんですよね。そこまでチェックしてるっていうとこでどんだけバラエティ好きなんだろうと思って、あ、もうアベマまで来ちゃうかっていう地上波では飽き足らず。去年まではキャプテンで、森重選手に今年から譲ったんですね、キャプテンはね。そうですね、まあ、新監督に伴ってということで、これも10年目だと思う。立花さんともほぼ同期ですよね。ほぼ同期かそっか、でこんなに存在感ないと思うけどな私これだけ移籍とかが激しい中でずっとね、東京のために頑張ってくれてる選手はありがたいですから、これからも応援したい選手です。続いて、背番号15番、アダイウトン選手です。これ兄弟構成がね10人、すごっ。お兄さん4人、お姉さん5人で、末っ子がアダイウトン選手。大家族ですよ。家族はみんな男の子たちはサッカーをやってたらしいんですけど、みんなプロを目指してた中でプロになれたのはアダイウトン選手だけ、末っ子だけだそうです。前インタビューで聞いた時に、奥さんすごい大事にされてて、どこで出会ったんですかって話聞いたら、もう家がめっちゃ近所で小さい時からの遊び仲間だったんですって。そう、幼馴染で、自分がこうサッカーやるために早く地元を出ちゃって、でその後にパッて地元に帰ってきたら、もうキュンと来ちゃったらしくて、もうどっちお互い大人になっててみたいな、あ、なんかすごい素敵って思っちゃったんですよね。少女漫画みたいな、すごい素敵なエピソードね、聞かせてもらいましたね。続いて背番号16番、青木拓也選手、まあ、浦和レッズからやってきた選手ということで、こう東京的にも、お、浦和から選手が来たぞっていうなんか当時おーっていう感じは、まあ、あの天敵としてずいぶん長く浦和さんはそういった存在で私たちは見てたので、そこから選手がやってきたということで、もう自分のプレーの特徴バランスっていう風におっしゃってるんですけど、そのバランス能力がまさしくもう職人級でして、埋まらないスペースを埋めに行く、
そういうところで派手ではないんですけど、青木選手いてくれてよかったっていうシーンがたくさんあると思うので、なんか本当に職人技だなっていうのを、あとこうインタビューを以前するときに青木選手の情報を調べようと思っても、青木選手 SNS をやってないんですよ。で、自分はやらないですっておっしゃってて、でなんでですかって聞いたら、こう SNS が嫌いなんじゃなくて、こう機械的に難しそうで無理っていう そんな難しくないよっていう、ちょっとメカに弱いみたい、そんな可愛らしい一面が、あと奥さんめっちゃ綺麗セレモニーであなたは持って登場された奥さんすごい綺麗で、わ素敵なご家族と思って。はい、続いて背番号17番今野和也選手、ニックネームがこんちゃん。 FC 東京の公式のサイトとかではよくキュンキュンこんちゃんっていうハッシュタグが生まれてるんですけど、そう勝手につけられてるらしいんですけど、でもなんか響きは気に入ってるらしいです。かわいいキュンキュンこんちゃん、ぜひタグ追ってみてください。こんちゃんのいろんなとこが見られます。趣味マイブームがそうですね、サウナ。もともとなんか FC 東京の選手ってすごいお風呂かサウナが大好きな選手めっちゃ多かった気がして、もう遡ればあの高橋秀人選手まで登っちゃうんですけど、あの時代からすっごいみんなお風呂好きで、いいお風呂なんですかねクラブハウスそこまではさすがに見たことないですけど。はい、じゃあ続いてが背番号18番品田真人選手です。はい、まずね一言メモが、アカデミー時代の指導者は努力できる天才と評する、かっけー言われてみたい。本当になんか大きく花開いてほしい選手なんですけど、趣味がサッカーの試合観戦なんですよね。趣味まで趣味までサッカーかっていうタイプ。しかも好きな漫画もこれもサッカーですね。サッカーだ、うん、本当にサッカー小僧なんですね。もう身の回り全部サッカーで満たしてないと、タオルとかもサッカーボール柄使うのかなかわいい筆記用具とかもね、なんか持ち物きっと全部サッカーものだったタイプですね。持ち物検査したいですね。したいですね。じゃあ続いて背番号20番レアンドロ選手です。一言メモに、音楽を愛し日本の文化や歴史にも興味を持つ一面も、練習場から皆さんあの車で帰宅されるじゃないですか選手の方、もう窓をね全開にして、もう音楽ダダ漏れの状態で運転して帰ってたんですよ。あ、すごい好きなんだなって、はい、若干田舎のヤンキー的な、そうそうそうって言っちゃったんですけど最近小平グラウンドで自転車に乗ったレアンドロ選手がいて、まさかの今チャリ通っていう、車乗ってるの見たことあるから、なんで今自転車に乗ってるのか理由は分かんないんですけど、で、あ、自転車で帰ってたと思って後ろ姿を見てたら、めちゃくちゃ腰パンしててごめんなさい、見ちゃったんですけど、パンツの柄がもう赤、黄色、緑みたいな、もういかにもな柄で、パンツがほぼ見えてるような状態で自転車乗って帰ってたレアンドロ選手を見て、なんてレアンドロなんだと思っていや、この日本当練習場行ってよかったなって一番の収穫でしたねなんか裏切らないなっていう、そういうとこもなんか愛おしくなってきちゃってまあね、こういろいろね言われがちな選手であるんですけども、そこはもうプレー面では本当に何も言えないですし、かっこいいなって思うところたくさんあるので、これからも本当に純粋な気持ちで坂井向き合ってほしいなと思っております。みんな大好きですから、レアンドロ選手のことはちょっと落ち着いて冷静にね、冷静にプレーしてほしい、すぐ固なっちゃうから。続いて背番号23番渡辺龍馬選手、一言メモ、ゲーム配信チャンネルを開始したガチゲーマー、本当にゲームを好きみたい。それで三田選手たまチャンネルとコラボしたりとか、あと最近こうゲーム配信だけじゃなくて、こう試合解説だったりとか、こうファンに向けていっぱい発信してくれてるっていうのはありがたいなって思いますね。じゃあ今回の動画はここまでになります。第2弾ももう本当に濃いですね。なんか今までも もちろん見てたんですけど、こうやって掘り下げたらなんかツッコミどころ満載で、よりなんか選手たち一人一人が愛おしく感じちゃって、ちょっとこの気持ちをなんか大事にしたいなって思いましたねはい、ということでここまでもたくさん振り返ってきましたが、いよいよ次が第3弾となります。皆さんそちらもぜひ見てください。